はい、皆さんこんにちは、ももんがです。今日はですね、私がおすすめする演劇女子部のおすすめポイントと私のおすすめ作品を紹介していきたいと思います。もしよければ最後までご覧ください。昨日、動画がアップされてる時は昨日じゃないんですけど、まあね、ハロータさんとお電話をしていたんですよ。結構長い時間、いつもありがとうございますって感じなんですけど、でその時にモーニング娘。とかハロプロってコンサートのチケットって結構ね売れるんですけど、でもそれでもそのコンサートを見に行っても演劇女子部見に行かない人って多いよねっていう話になったんですよ。でそれは別のハロータさんともねそういう話をしていて、なんかなんでだろうねみたいな、すごいのにねっていう話をねしてたんですよ。でね、こういう動画をね撮る予定もなかったんですけど、せっかくだからちょっと私なりにこう紹介できたらいいなとか、一人でもちょっと劇場をね見に行きたいって思う人が増えればいいなと思って、今回動画を撮ろうと思ってちょっとまとめました。じゃあね、魅力を紹介していきます。一つ目はコンサートより近い距離でメンバーを見ることができる。まあ、そのままなんですけど、コンサートって意外とね、遠いじゃないですか。あの席によっては。しかも、立ってコンサートに参戦することが、ちょっと体力的に無理なので、一般席で双眼鏡を持って、ゆっくりね、ホールしたりとかしてみるっていうのがね、私の定番なんですけど、ファミリー席って、まあ会場ほとんど、まあなんか稀に、前の方もあるらしいんですけど、まあ大体上の席だったりするんですよ。まあ遠いんですけど、演劇女子部は結構パン席とかファミリー席とかがなくて、もうまあ全員座るのでどこの席でもいいじゃないですか。でまあ大体そうですね、ファンクラブとかだったら結構前ら辺の席になることも多いみたいで、私も一度一緒にハロータさんと行った時は本当に結構前でした。本当に近い距離で見れたのと、客席降りが演出であるので、ハロコみたいな客席降りじゃなくて、通路を使ってのお芝居の中の演出として使われたりするので、結構近い距離でメンバーを見ることが、はい、それもできます。それはね結構大きいかなと思いました。やっぱコンサート会場よりも会場ちっちゃかったりするので、結構ね近くで見れたりします。2つ目、いつもと違うメンバーが見れるです。やっぱり私たちが見るハロプロメンバーって、ハロプロの曲を歌ってダンスとか歌うのね、パフォーマンスをするっていうのが私たちがいつも見てるハロプロハロメンなんですけど、やっぱり演技をしてる姿とかは見ることがねないじゃないですか。ドラマとかも出演したりしないし、でもこういう劇場だと普段見てるメンバーとまた全然、まあその役に入り込んだ演技をしてるメンバーを見ることができるので、それはねかなり新たな一面が見れました。はい、私も結構まーちゃんだったらファローの墓で、最初はユタって役だったんですけど、2作目サインがジクっていう役をねしてて、それハーチンがやってた役なんですけど、まあサインはまたジクが全然違う感じのキャラクターで、まあ悪役だったんですよ、まーちゃん。悪役のまーちゃんを見ることができて、すごい新たな一面を見ることができたので、すごい嬉しかったです。そうですね、新たな一面見れるのがやっぱ大きいかなと思います。これはやっぱ生でそういうメンバーのお芝居してるところを見れるのはかなり貴重だと思うので、これはね一回でも推しが出てるなら見るべきかなと思います。最後がですね、照明がすごいです。結構私実はってか、まあ、知ってる方も多いと思うんですけど、いろんなね舞台を高校生の時からいろんなとこをこう見に行ったりとか、一人で舞台とか見に行ったりしてるくらい舞台がすごい好きだったんですけど、まあ、今もね好きで、見に行く予定だったやつももう、ね、全部行けなくて、ああって感じなんですけど、その、まあ、いろんなね舞台を見に行ってる中で、その演劇女子部を見た時に、照明とか作品にもよると思うんですけど、私がこうファラオとかハルカを見た時に、その照明がすごい綺麗だなと思って、でその舞台転換とかも綺麗っていうか、こうなんだろう、違和感なく舞台転換もあったので、私的には結構この演劇女子部の照明がすごいなって、素晴らしいなって思いました。なんかこう安っぽい
舞台感はあんまりなくて、本当に照明が綺麗で、私はかなりこの照明が綺麗っていうのにこう惹かれました。絶対見に行って、あ、見に行かなければよかったって思うことは 100% ないと思うので、ぜひ推しがね出てる時とかぜひ見に行ってみてください。じゃあ私がおすすめする演劇女子部の演目を紹介します。1つ目、11人いるです。続11人いるっていうのかな。でこれはね、何回か U-NEXT っていうあの動画配信サービスで見てたんですけど、まーちゃんのバセスカがすごいかっこいいんですよね。こうまーちゃんでも佐藤正樹様みたいな感じになった作品でもあるし、私これで椿ファクトリーの岸本ゆめのちゃんに一目惚れをしたんですよ。火消しのレッドっていう役をねしてたんですけど、エリポンと役代わりでやってたんですけど、もうキシモンの圧倒的、まあキシモンって演技も上手いので、なんか圧倒的かっこよさがやばくて、まだあの時ね結構幼いのに本当にかっこよかったので、なんか11人いるは結構おすすめです。まあ、お話的にはちょっとね、全体的にやっぱ劇場って暗いものが多いのであれなんですけど、でもかなりおすすめですこれは。じゃあ2つ目、ファラオの墓の初演と再演です。私が見に行った方とその前の2017年の方なんですけど、17年は役代わりで、あんなハードスケジュールの中役代わりしてること自体もありえないと思うんですけど、すごいなと思うんですけど、どっちもですね、すごい素晴らしい作品で、11人いるもまあ原作あるんですけど、これも原作があって、私はこちらの原作はちゃんとはまだ見れてないんですけど、結構昔の漫画でファラオの墓ってなので結構でもね、あの見やすい、普通のあの見やすいお話で、ファラオって書いてるのエジプトっていうのかなのお話で、すごいこう、まあ、衣装とかもあのすごいね可愛らしいんですよね、その時代背景ので、まあ いろいろあるんですけど、まあ、メンバーが男役とかもやってて、すごいねかっこいいシーンとかあったりとか、まあかっこいいですよ、とにかくかっこいいんですよ。言葉で説明するのちょっと難しいんですけど、本当にファラオの墓は楽曲もすごいかっこよかったりとか綺麗かったりで、曲もすごい良くて、演出も素晴らしくて、やっぱねいつも見れないハロプロメンバーの戦ってる姿が見れるのがね、これまた素晴らしいですよ。初演の方は、まあこれカイリーは初演の方はこのテルちゃん演じるイザイっていうね役をしてたんですけど、初演の方はこのサリオキス、まあ味方側っていうのかな、あのいい方のあの側にスポットライトを当てたようなお話で、で再演はこっちのスネフェル、敵って言った方がいいのかな、敵側にスポットライト当てた形になってるので、ストーリーになってるので、初演と再演でちょっとお話とか結末がちょっと違ったりするんですけど、あとキャラクターの位置も違ったりするんですよ。このまーちゃんジクっていう役してて、これあの悪役なんですけど敵の方になるんですけど、初演の方はハーチンがね尾形春菜ちゃんが演じてて、それちょっとなんかひ弱な役だったんですけど、再演はなんかジクが結構悪い役でした。でもなんかそれが結構原作通りだったみたいんですけど、全体的に初演も再演も素晴らしいので、初演と再演両方見てほしいと思います。初演で男役してた子が再演では女役っていうのかな、お姫様役だったりとかしたりするので、その演技の幅とかもぜひ見てほしいなって思います。次はですね、去年見に行きました、遥かなる時の中で6、外伝黄昏の仮面です。これはもう本当に好きなんですよ。私が今回紹介するお話作品の中で一番好きな話になります。これは敵は死ぬんですけど、味方は死なないので、私死なないやつが好きなので、死ななくて戦ってる女の子が好きなので、かなりこれも最高でした。はるかキキちゃんとキソちゃんが降板っていうの怪我で出演できなくなったので、役代わりとかがあったんですけど、でもねちょっと再演で元キャストでやってほしいなって、すごいこう願望はどんどん強くなってるんですけど、本当に素晴らしくて、これもともと乙女ゲームで原作もあって少女漫画だったかな、
なんですけど、主人公がね、この子がタイムスリップするんですよ、大正時代に。もうその大正時代にタイムスリップするっていうあたりもすごい好きなんですけど、キシモンが鬼の役なんですよね。鬼の一族っていう、こっちが鬼側になるんですけど、鬼の一族なんで、こう人間ではないものを演じてるキシモンがすごいかっこよくて、でこっちがあの軍隊っていうのかな、軍の役なんですけど、こう小野水ちゃんの句がすごいこう真面目な人なんですけど、小野水ちゃんって普段すごいヘラヘラしてるなんかアルパカさんっていうイメージがあったので、キリッとしてるかっこいい有馬さんなのがすごいかっこよくて、すっごいこうやっぱそれもねギャップでしたね。舞台始まってから小野水ちゃんがすごいってすごい言われてたので、やっぱそのギャップもね素晴らしいでございます。こちら多分あると思う DVD で、これもね男役だったりとかするんですけど、こういうの大好きなんですよ。セーラームーンが好きだから、セーラームーンとかカードキャプターさくらとかめっちゃ喋っとる、なんかそういう系が好きなんで、もうドストライクでございました。これはねぜひねちょっと再演してほしいなって思うものにございます。本当に素晴らしかった。本当もうちょっとキュンキュンシーンもあるのでぜひおすすめでございます。はい、どんだけはるか好きやねんって今めっちゃ思ったんですけど、そうですね、戦う女の子が好きなんで結構私的にはもうツボでした。最後になります。最後ってかもう2つあるんですけど、リリウムと二輪咲きです。リリウムは妻子リホちゃん、リホリホと、あやちょがスマイレージの和田彩香ちゃん、当時スマイレージだったんですけど、和田彩香ちゃんの、まあ、主演になるのかなの作品なんですけど、リホリホってすごい人気じゃないですか、今でも。で、やっぱりインスタライブとかもすごいいろんな方が見てて、で、やっぱりこう伝説のメンバーみたいな感じじゃないですか、リホリホ。でもそのリホリホ好きな人でも、リリウム見てない人ってめちゃめちゃ多いと思うんですよ。で、これは、結末とか言っちゃうと、大きすぎるネタバレになるので言わないんですけど、本当にリホリホの演技力から、あやちょももちろんなんです。そのリリウムで私、あやちょが好きになったんですけど、いろんなメンバーの演技力が、すごくて、でもその中でもやっぱ田村めいみちゃん、めいめいがマリーゴールドっていう役をしてるんですけど、そのめいめいの歌唱力とかやっぱ演技力はズバ抜けてるんですけど、あいみんも、みんな本当に素晴らしくて、楽曲も素晴らしくてですね、本当リリウムは名作っていうかもう最高だなって思います。で、その二輪咲きっていうのがそのリリウム終了後の後の感謝イベントでおまけとして上演された演目なんですけど、その二輪咲きっていうのは時系列で言うとリリウムの前の前のお話になるんですよ。なのでなんかリリウムって聞くとその一つのお話にね聞こえると思うんですけど、実はトランプシリーズっていうあの作品があって、末光さんが書かれてるシリーズなんですけど、それと大きくつながってて、私もリリウム最初見た時すごいハロプロすごい最高だわと思って、友達トランプシリーズ見てたっていう友達に見せたら、すっごいお顔をして見て、あのお話を分かるとすごいこうなんだろう、心の底からなんか胸くそ悪くなるっていうのはなんか何とも言えない感情になる舞台にはなるんですけど、そのトランプシリーズ、まあ、すごい大人気なんですけど、トランプシリーズっていうそのシリーズをハルプロがリリウムで演じてるのは本当にすごいことだなと思って、で後にマリーゴールドの役を演じてた田村めいみちゃんのそのマリーゴールドに視点を置いた作品がまたね2年前ぐらいか舞台で上演されて、それもちゃんとお話がリリウムとつながってるので、リリウムはサスペンスとか、ヴァンパイアのお話なのでヴァンプ好きの方とかなんかそういうちょっとダークなお話なんですけど、衣装もねゴスロリですごい可愛いし、ちょっとねハッピーエンドじゃないんですけど、なんだろう、謎解きサスペンス系とかこうなんだろう、好きな方にはすごいおすすめします。本当曲もう演出もすごいし、とにかくね脚本が素晴らしいので、この中で一番見てほしいのはリリウムかなと思います。二輪咲きとこれ結構ハロプロメンバーの中でもファンがいるぐらいすごい素晴らしい作品で、
ね、もう本当にちょっとリリームシリーズは今後ないと思うんですけど、絶対にハロプロメンバーで演劇女子部として、あのまたね違うお話、リリームシリーズの中でちょっとね舞台してほしいなって本当に思います。絶対した方がいいと思うんですよね。そっちの方がもっともっとなんかね、やりたい子絶対いっぱいいるし、やってほしいなと私は心の底から思います。はい、めっちゃ喋っちゃったんですけど、本当に演劇女子部は素晴らしいので、ぜひね見に行ったことがない方とかいると思うんですけど、まず U-NEXT で確か見れるので、今1ヶ月無料体験とか確かあったはず。私はそれで、リリンは今ないかもしれないけど、演劇女子部は結構 あって、私そこでいろんなカントリーがやってたやつとか、ベリーズとかキュートがやってた、まあ、激ハロとかになっちゃうけど、その舞台、見たので、ぜひちょっとでもね、気になる方は、U-NEXT でぜひ見てみてください。多分、ファローの墓もあるかもしれないので、本当に素晴らしいので、ぜひね、新たな一面、推しの新たな一面を見れるので、ぜひ、この、なんだろう、まだ、ね、自粛一応解除したけど、まだ自粛期間の方とか、ぜひね、ぜひ絶対に見てみてください。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価ボタンお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。